とうちゃん、さけちゃん、はるちゃんに指令です。今年やり残したことを教えてください。ビスさんとハグチェキが取れなかったことです。ダイエットです。白崎春菜はジェットコースターに乗れなかったことです。それではいきます。 KBC ラジオベロキュン。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの伊藤真希です。こんばんは、リンクの木村咲です。こんばんは、白崎春菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年やり残したこと、伊藤ちゃんはビスさんと、ビスさんとハグチェキが取れなかった。まずビスさんっていうのは、はい、あのアイドルグループさんで、そうそうです。ハグチェキっていうのはハグチェキです。ハグをしてチェキをするみたいな。ってことは、ハグチェキができるんですよ、ビスさん。ハグしてチェキを取ることをハグチェキっていう。そうそうそうです、そうです。そのハグチェキがすごく取りたかったんですけど、ちょっと諸事情がありまして取れなかったんですよね。いろいろそうなのか、大人の事情みたいのがいろいろあったらしい。オタクやないか。そうなのか。でもさ、そうそう、前にみんなでね、ビスさんのライブ見に行ったよね。そう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 、楽しかったな。楽しかったな。また行きたいね。また行きたいです、本当に。その時は、じゃあ、ね、じゃあ来年はハグチェキ取ろう。イエーイ。天子さん、天子さんの鳥で、天子さん。じゃあ、さきちゃん。はい。ダイエット。ダイエット。でも、あの、アーミンのイメージではすごく頑張って、はい。そう、なんか、一回痩せて5キロぐらい痩せたんですよ。すごい。すごいよ。ピークで5、6キロ痩せてて、でも冬になるにつれてまたどんどん蓄積しちゃって、1、2キロぐらいちょっとリバウンドしちゃったから、なんか終わりよければ全てよしっていうからもうちょっと痩せたかった。なんで冬に太るんだろうね。なんでですかね。寒いから蓄積するんじゃないですか。あ、なんか、防寒。防寒。人の、そうだよね、なんか多分。条件反射みたいな。条件反射？条件反射とは。なんていうの、あの、わかんないけど。神経が。そういう風に反応してみたいな。いやでも確かにそう、なんか人間のなんですかね、体の作り的にそうなるんですかね、うん、冬太っちゃって、うん、違うかな。冬眠向けで冬眠したいけど、まあ、食べなければいい。それができれば痩せるんだけどね。そうだよ。それがね。じゃあアーミーも来年頑張ろうだね。頑張ろう。私も頑張ろう。頑張ろう。本当に？ごめんなさい。そしてはるちゃん。はい。ジェットコースターに乗れなかったこと。そう、私でも実は今年の夏にあのディズニーランドに行ったんですけど、そこで克服したんですよ、ジェットコースター。ね、苦手だったよね、ジェットコースター。はい、ずっと苦手で本当にちょっとしか動かないのも本当泣いてたんですけど、それは嘘。でもジェットコースター、そのディズニーランドで乗った時に手も上げたんです。手も上げた。すごい。3回乗りました。すごいこと。なんで乗れたの？なんかでもディズニーランドは、うん、あの小さい森のなんかこう、あ、周りで、ね、ディスちゃんとかが、うん、こういっぱいこう周りにいてくれるから、うん、安心して、安心して。そうなんだ。単純だな。単純。2人は乗れないんですか？そう、乗れないです。アーミー乗れないです。遠巻きも乗れないです。私、あの飛行機のあの浮く感じでさえも、私だってもう乗り降り、その飛行機の降りる時と上がる時と、私もうこれで死ぬかもしれないって毎回考えて。怖い。だから毎回心の中でみんなにありがとうって言いながら、思いながら。ああ、でもやります、それ私も。その飛行機でもし自分がいなくなったらみんなでお礼言えないのか。めっちゃマジっすか。私めっちゃ好きですけどね。なんで？いや、その浮く感じが好きです。怖くない？楽しい。楽しい。合わないです。そう思うようになった。やろうやろ。すごいな。やれますね。そうだから次こそはちゃんと、なんかちゃんと骨組みだけのなるじゃないですか。うん、骨組み。骨組みだけの。あ、何かの森さんたちがいない。そう。ああ、なるほど。ちょっといないジェットコースターね。に乗ってみたいなと。なるほどね。じゃあ伊藤ちゃん、ちょっとキャラクターがあるジェットコースターに乗りますか。ちょっと。慣れよう。慣れますか。もしかしたらいけるかもしれない。キャラクターごときで大丈夫か。頑張りましょう。じゃあ今日ははるちゃんとさきちゃんと伊藤ちゃんとアーミーの4人で楽しくお送りしていきましょう。
皆さんからのフリーメッセージもお待ちしております。宛先は E メールは全部小文字で veq@kbc.co.jp、 ファックス番号は 092-722-4242 です。ではまず1曲聴いていただきましょう。リンクでカラフルデイズ。次は例のあれじゃないですか。楽しみだ。楽しみだ。現実逃避。あのディズニーシーの方のやつ。ディズランド。ランド？あのあれ水のルシェンって。ああ。あれでも。でもなんかランドってさ、行ったことないけどさ。結構あれやろ、や楽じゃない乗り物。あ、楽よね。シーの方が結構あれなんやろ。へえ、もう何でも乗れる多分今のとこ。いやだ、すごい。あ、そうだよ、今グリーンランド行くけん。え、でも春菜で行くから。それで乗れるよ。あ、行かんと。そう、伊藤ちゃん行かんと。いや行くけどちょっと挑戦はしないわ。あ、行きましょう。いやでも私ちょっとでもグリーンランドのレベルは高すぎる。え、でも楽なのも悪くない。あ、楽なのも悪くない。スペワのヴィーナスが限界。え、でもあれ乗れれば多分ザタンとかタイタンとか行けますよ。いや無理無理無理。ヴィーナスは大丈夫じゃん。回転系は平気じゃん。あ、これは大丈夫。回転は平気。何がダメなの？こう降りるの。降りるのがダメ。回転ただ回りよるだけ。え、なんか遠心力。こうでしょ。こんな感じ。なんかコーヒーカップとか平気な人は多分平気。ああ。コーヒーカップでも酔うわ。コーヒーカップ。あ、やばい。来た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 。ワクワク。やばい、お腹空いてるんだ今。私も。お送りした曲はリンクでカラフルデイズでした。楽しみ楽しみ楽しみ。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。とここでいつもはメッセージを紹介している時間なのですが、はい、あの私アーミーは前回サキちゃんがベロキューで出演した時に、はい、あのまあ、料理を作りますとですね宣言して宣言しましたね。宣言しまして、はい、そしてついに今週作ってきました。おー、楽しみ楽しみ楽しみ。有言実行。年末ということでね、もう今年やり残したことがないようそんな何でテンション低いんですか。低いの楽しみ作ってきたんですけれども、はい、今日朝から起きて、はい、こうあの初めての買い出しみたいなやつに行って、はい、まず家には調味料からなかったの、うん、そこからですか。何もないってことですか。何もなくて醤油もあるかなって思ったらなくて、それはすごい。そう、小さい醤油買って148円したんですけど、知らないですけど小さい醤油とあと塩と、もうないんですか。そう、なくて、あとあの砂糖もなかったから、あのスティック、コーヒーに入れるスティック。え、それグラニュー糖ですよ。え、それ料理に使うやつじゃない。砂糖あれだったらこう何好きなように入れれるからそれにしようと思って。いやいや、スティックの砂糖買って何中家に住んでるんですか。で、あとみりん買ったんですよ。みりん、みりん、どうですか。みりんちゃん、みりん買って、で、いざあの卵とかいろいろ買って、はい、卵作って、結果、うん、あの、あ、そうそう、あれフライパンも買って、おー、あの四角いやつ、四角い、あ、卵作る、卵焼き作れるやつ。なんでそれ買ったんですか。卵焼きを、それを買えば卵焼きも作れるし、うん、他のものも作れちゃうみたいな。いや別に他のでも卵焼き作れますけどね。もう私は準備万端作り始めたんですけど、それを作り始めてもう2時間ぐらい経過しても全部作りきれなくて、結果途中何回で持ってきました。わあ、楽しみ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 。まだ何を作ってるか私たち知らないんで、はい、一言で言うと、はい、全部茶色。茶色。ハードル下げないでくださいよ。試食したの。ますます気になる。試食、あ、そう、試食、うん、そう、少しだけ味付けした時にこう食べたけどよく分かんなくて、うん、そう、その砂糖とその塩と醤油でいかに味付けするかって頑張って、うん、そう、家にあの
兄弟がいるんです姉が、うん、ちょっと食べさせてみたけどこれはちょっとって言われて、じゃあちょっとわでもあんまり会いたくないかも何今来たからちょっとこうそう匂いもやばい開けましょう開けましょうやばいんですかここで食べさせてもらいますお米はちなみにチンしましたタイタンじゃないのそっちタイプですか炊くやつ壊れてるんであごめんねああでもえあすごいすごいあこれはあれですかご飯の上に鶏の桃のひき肉を買ってそぼろが好きなの小さいところからすごいそぼろが好きだから見てくださいこれはすごいえでもすごいいい感じすごいでもすごいちゃんといい匂いはしますうんいい匂いするそぼろの匂いがする一緒に2色になってるのもあれしてないあの試食みたいなそれは怖い。うん、怖いな。でも匂いは普通のいい匂いだよね。あ、そうです。こうやってなんか二色になってます。KBC 公式の YouTube 見てもらったらはい、はい、分かれます。普通にいい匂いするし、ちゃんと二色になってますよ。この上どうなってるか。おかずが。あ、少な。あとですね、これお弁当箱に入ってるんですけど、卵焼きともやしの塊が。めっちゃ弁当箱の3分の2ぐらいしか入ってないんですよ聞いてください私の話をそうですよ見えますかねこれ弁当箱もやしも好きだからアーミーはもやしも買ったんですよ、うん、もやしだったら何もほらクックパッドとかほら見ずに作れるかなと思って作ってで、まあ、茶色くなって卵焼きはその買った卵焼きのやつで作って、はい、初めて作ったんです卵焼きでも2時間かかってこれはありえないですよね。で、ちょっと待って、最後にね、最後に、はいはいはい、あの、その桃のひき肉が余って、はい、もやしも余ったんですよ。で、どうしようかなと思って、卵も余ったから、はい、全部一食たにしたいと思って、全部一緒にわーってかき混ぜて、作ったのがその茶色いやつ。え、これ、え、なんか茶色の、なんだろうこれ、すり身みたいなのが入ってるんですよ。ね、ハンバーグを、そうなんかなと思ってぺっちゃんこにしたみたいなやつが入ってて、うん、一口サイズだよ、ね、そう、それもちなみに味見してない。でも私これいつも毎日朝ごはんお弁当作ってるんですよ。すごいこれ多分2分ぐらいでできますけど、いやだって私このサイズのお弁当を毎日10分ぐらいで作ってますよ。へえ。すごい。じゃちょっと試食すごく食べします。食べます。じゃあいいのかな。いいですか、はい、ちょっとみんなでご飯からもらう。ご飯からいただきましょう。じゃあご飯からはい、いただきます。ご飯はでも普通にこれはねサボロの匂いしてね、うん、すごいいい匂いだ。普通だね。壊すよ。はいはい、取りましたよ。でもサボロの匂い、やばいやばいやばい、今日は取り方が下手くそ、うん、取ってみて。あ、でもちゃんとでご飯チンですよ。あ、うわ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 、もうようちゃん下手くそ。もうめっちゃかっこいい。やばい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 、サボロがボロボロや。ダジャレみたいに言わないで。そぼろだから、ね、じゃあちょっとね、はいはい、いけそうですか。第三次や。まあでも確かに言われた通り見た目は全部茶色、うん、でしょ。茶色。でもほんとそぼろは美味しそうな、そぼろは普通に美味しそう。やばい、食べるの難しい。あ、ちょっと食べてみてください。じゃあいきますよ、はい、いただきます。いただきます。うわー、あ、でも普通に、普通に美味しい。美味しい。普通に。グラニュー糖です、ちなみに。え、本当に美味しい。これがね、グラニュー糖ですか。美味しい。え、じゃあそぼろ食べてみて、ね、コーヒーに入れるやつ。え、本当に美味しいんだけど。どんな味です。普通にもそぼろ。普通にそぼろ。そぼろですね。え、全然うまい。多分こ、そぼろ、鶏そぼろと卵ですか。卵のそぼろですよね。え、めっちゃ美味しい。でもなんか普通にあの、スーパーに売ってそうな感じですね、うん、なんかいい匂いだし、スーパーで働けるかもしれん私。それは違 う, 違う。2時間もかかったら違うか。すごく、あ、でもこれはアーミーさんが言ってるぐらい、うん、言ってるようなそんなヤバい味ではないです。全然ヤバくない。あ、ここら辺ヤバい。美味しかった。じゃあちょっとこっちおかずの方に、本題の方ですね。卵焼きは、じゃあちょっと卵焼きをみんなで一つずつ味が食べたいと思います。形が悪いですね。そうなの。ちょっとなこと言わない。そうなの。いただきます。いただきます。いただきます。 あ、まずい。素直。うーん、うん、それはね、これあの卵、うん、やばい。何初めて食べたこれ。何で味付けしたんですかこれ。わかん、みりん
をいっぱい入れた。え、卵焼きにみりんって入れます？入れないんですか？入れないよ。あのね、何でもいい、何でも入れたらいいって問題じゃないんですよ。伊藤ちゃんが死ぬ。まずい。めっちゃ侮辱するやん。いや、ま、食べれないことはないね。食べれないことはないからいける。食べれないことはないけど、美味しいかって言ったら、うん。うん、そう。それを。酸っぱいですね。そう、それを食べさせて、風味がね、持っていかない方がいいって言われて。うん、あ、後味がきつい。うん、でも私ちょっと結構味音痴だから分かんない。じゃあちょっとこの得体の知れない物体を食べてみて。このこれ怖い、一番食べたくない、全部混ぜたやつ。うん、私もやし食べていいですか？でください。うん、なんか茶色だって、茶色やもん全部。この茶一番てて、このハンバーグを潰したやつ。まあなんかあっあのはるちゃんが、はい、せーの。どうでしょう、全部ちょっと待って。なになに感想。え、え、てかこれ名前なんて言うんですか？わかんない。だってこの、この世にこういう料理はないでしょ。これ味付けは味付けはわかんない。でも全部入れた。え、なんか塩と辛いってか、なんかスティック砂糖となんか、うん、あのなんか卵焼きとかチャーハンとかした後のおこげを混ぜたみたいな。なんかね、おこげですね。これは鶏肉と卵ともやしですか、入ってるの？あ、そうそうそう、全部入れてを鶏肉全て台無しにした感じがありますね、これは。でも卵焼きよりこの得体の知れない物体の方が美味しいかなって思った。あ、本当？あ、もやし辛、もやし辛、あいつだ。え、いただきます。辛っ、これ濃い。え、辛い辛い、辛っ。醤油入れすぎです。だってもうめっちゃ茶色ですもん、これもやし。辛い、もやしめっちゃ茶色い。醤油ですか、これは。あ、やばい。でももやしが美味しい。締めてもいい。辛いのに美味しい。辛いの美味しい。本当に醤油の味。来年はもっと料理を作るように頑張ります。やり残したこと完全に料理コーナーでした。美味しかった、美味しかった。辛っ、辛いの。美味しい。そぼろうまいよ。そぼろ、そぼろ、そぼろ、そぼろと得体の知れないと、もやしは美味しい。切り替えてことぶき屋さんに行きます。美味しい。そぼろいきます。福岡市中央区長浜一丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロ Q。ここでことぶき屋さんからお知らせです。毎年大好評いただいていることぶき屋新春福袋を2014年も発売します。ことぶき屋プラキット、フィギュアなど大人気商品が詰まった福袋で、種類は3種類あります。ことぶき屋フィギュア商品が入っている美少女袋と、ことぶき屋プラキット商品が入っているプラキット袋、そしてアーミンも含む女子向けのキャラクターグッズが入った女性向け袋、ことぶき屋商品以外の商品も入っています。わ、3種類になっていて、すごい。なんかアーミン的にはやっぱりキューポシとかが入ってると嬉しいな、嬉しいな、キューポシ入ってるみたいになったら嬉しいなっていうのと、あと今年を振り返ると、うん、あのユーミンとクルミンが、くるみさんが出演した時に、うん、ユーミンがすごく推してたあのスターウォーズ の、うん、あの氷を作る丸いやつありましたね。あのお酒に入れる氷を作る、うん、あれとか入ってたら結構ね使えるし、うん、かわいいし、うん、いいなと思って。いい、ね、伊藤ちゃんもね、なんかあのベロキュー出演した時にすごい、歯がない僕は友達が少ないの小鳩ちゃん、小鳩、小鳩ですよ、小鳩ですね。小鳩ちゃんね。そうや、そうや、そう、小鳩じゃん、小鳩じゃん。2人で紹介した時は実は実物がスタジオになくて、うん、あーってなっちゃってたから、そう、福袋買わなきゃ、小鳩買わなきゃ、うん、入ってたら嬉しいね、うん、嬉しいね。嬉しいね。スターウォーズの氷作るやつが欲しいですね。確かに。あ、じゃあそれも買ったらもしかしたら入ってるかもしれないから、伊藤ちゃんも、今伊藤ちゃんも要チェックっていうことでね。ようだようだ。お求めはことぶき屋秋葉原館
大阪日本橋福岡天神です。ちなみに福岡天神店のみ1月2日からの販売となりますのでご注意ください。詳しい情報はことぶきやホームページをチェックしてください。そしてもう一つお知らせがあります。今週末福岡にて稼働フィギュアキューポチが遊べる試遊会を行います。試遊会12月28日ラオックスアソビットシティキャナルシティ博多、29日ことぶきや福岡天神です。ことぶきや福岡天神はリンクがいつもライブを行っている天神ベストホールの近くにありますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あーもうエンディングだ。早かったね。早いね。早い。私も終わっちゃうね。さっき、あ、わかったわかった。これさっきと一緒。そう、それではまた来週って私が言ったらみんなでバイバイ。はい。リンクでラララレディーバージョンをお聴きいただいています。この曲を聴きながらお別れです。はい。いやーちょっと早いな。アーミンの手料理は、ダメですね。ダメでした。ダメですね。いや本当に本当なんか色合いとか考えて食材選ばなかったんですよ。トマトとかね、ちょっとね、トマトとか金銭的な問題が。なるほど。もっと変えたでしょう。ダメです。調味料高いんだよ。調味料でも本当にチャイルですよね。全部小さい醤油が148円もしたんですよ。さっきも言ったけど醤油ぐらい言ってくれたらあげますよ。言ってくださいよ。なんかこうね、1年を締めくくるにはすごくいいベロキューだったんじゃないですか。本当に今年終わっちゃうな。今年終わっちゃうな。はい、ちょっと来年は私と料理対決しましょうよ。いやちょっと本当ごめんなさい。しましょう。ごめんなさい。ごめんなさい。断られたけど、また作らなきゃいけない。いいじゃないですか、もうね。やだ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 。やだ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 。さすがだな。料理検定でしたっけ。あ、調理師免許持ってます。はい、プロの料理は。調理師免許を持ってます。でもさ、さきちゃんが作って持ってきてベロキューで食べようよ。あ、それがいい、それがいい。いやでもいいよいいよ。別につまんなくないですか、それは。で、なんかさ、ほらさきちゃんのおすすめのレシピみたいな。ベロキュー。やっぱりアミさんが、あ、じゃあ次はアミさんが自己流で考えた。自己流のやつありますって、その塊。あ、第1弾ですか、これは。じゃあ第2弾の。何かを料理家になる、うん、ちなみにこれ名前なんていうんですか、この名前つけましょうか。一番初めに作ったその固めたやつ、自己流のひき肉の塊。名前、ひき肉の塊。星一つ。いや一つもないやろ。一つもないやもん。頑張ります。でもそぼろは本当に美味しかった。美味しかった、美味しかった。あのそぼろはちゃんと 味見したんですよ。そぼろでめっちゃ時間かけて作って、あ、そう、少しずつ足してそぼろでもう時間の3分の1ぐらい消費しました。すごい。2時間の1でやばいと思って、だから全部味見してなくて、あ、そしてまず作らなきゃと思って、埋めなきゃと思ったから埋まってなかったですけどね。そうなんですよ。3分の2ぐらいしかなかったですけど、うん、そう、もう来年の抱負としてはもうちょっと上手くなって帰ってきます。はい、はい、出ないしね。来週は吉川千秋ちゃんと山木彩乃ちゃんと桜まなみちゃんが登場します。ベロキュー、今日のお相手はリンクのアーミンと伊藤真希と木村咲と白崎春菜でした。それではまた来週、バイバイ。良いお年を。私は醤油ですもん。これどう見たってきんぴらの色やないかなと思いました。え、辛いでしょ。食べれたもんじゃない。これ醤油。卵焼きもありますよ。卵焼きも、うん、あ、ありますか。辛っ。後から来るね、これ辛い。辛い。なんか違うんです。なんこれ。なんか違うんですよ。なにこれ。難しい。これ表現できない。酸っぱくないですか。難しかった。みりんだ。なんか辛いし酸っぱいし、なんか変なんだこれ。